いい環境ですよね。はい、すごい綺麗。そうですよね、めちゃくちゃ綺麗ですね。ちゃんてギル。いやちゃんていいや。風が吹いて涼しいですよね。すごい涼しいです。ゆうたくん、この前なんかアバンが教えたじゃないですか。イスラム教徒は生活で5つことをしなければならないです。うん、はい、そういう5つのことは6イスラムと言いますね、はい、その6イスラムの5つはちょっと説明してもらいたいんですけども、いいですか、はい、覚えてますか、はい、覚えてますか覚えてます。すごいすごい。じゃあ1番目は何ですか。1番目が、神はアラーだけ、はい、あ、神はアラーだけですね。そして、はい、でムハンマドは、はい、アラーのプロフェット。あ、すごいですね。はい、2番目は1日に5回お祈りをする。ああ、なるほど。はい、3番目は3番目が、ラマダン断食をする。あ、そうですね、しましたね。終わったばかりです。はい、はい、やったことありますか。1回だけ。あ、1回だけですね。はい、大丈夫です。あと4番目は4番目が、税金の、あ、雑貨ですね、雑貨を払う。あ、雑貨払うですね。はい、すごいですね、覚えてますね。はい、はい、5番目は5番目が、メッカに行ってハジをする、はい、あ、ハジをするというのは命で何回、なんか少なくとも何回、でも1回、あ、1回だけですね。貧乏の人は、まあ、しなくても大丈夫ですね。お金がある人だけですよね、はい、わ、すごいね、こんなにね、知識としてですね知識としてね、おめでとうございます。はい、ね、はい、ありがとうございます。はい。